お疲れ様です。今日ですね、こちらの迫撃スケバレーやっていきます。というわけで、呪文枯渇ですね。簡単に言うとね、スケバレで攻めつつ、ギャング吹きやスケブ、あとスケキンのスキル、どっかが生きてくるよと言ったデッキになってますんで、やっていきたいと思います。で、このデッキなんですけど、結構強い。めちゃめちゃ強いデッキだと思うんですけど、意外とね、使ってる 人がね、少ないっていうので、なんかツイッターで、このデッキ紹介してくださいってね、DM をいただきましたんで、使おうと思ってね、はい。俺も結構ね、こういうデッキは好きなんでね、はい、せっかくなら、こういうデッキ使うプレイが増えるといいなと思いながらの、はい、今日やっていきます。だから、もともとなんかこんな感じの迫撃スケバレ、なんか無課金迫撃かな、めちゃめちゃ強いロケ砲型みたいなのがあって、まあ多分そっからこれになったのかなみたいな感じかな。はい。まあ元祖の無課金向けのやつもまあまた紹介できたらいいかなと思うんですけど、一回、相手なんだこれ、マザネクとゴルナイいるの珍しいな。鳥もいたわ。あ、ペッカかな、ペッカラムの、キュレム？クレム？なんて読むんだ？キュレムはあっちか？ポケモンか？あんま詳しく知らんけど。さあ、トリマ。トリマこれ、ヤナアメ使ったらソウルコールっていう、ね、朝ごはんはパンよりご飯みたいな。そんぐらい当たり前な。うん。はいはいはい。いやー、ダメージでか。てか、タルババもあるんかい。なんだこれ。いや、でも、ペッカラムっすね。マザネクっすね、スケバレ飛ばして。ヤタルだったんで、どうしようこれ。一旦ケツムーから行っても良さそうだな。まあ、スケバレ飛ばして、スケバレ飛ばすと、マーが来るんですよ、マーが。我らのね、お母さんのマーが来ちゃうんですけど、なんか、ムーと簡単に壊されるの嫌だしなーって。え？押しすぎっすね、駅。え？やばい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 。ちょっと待って。で、これは一応ソウルコールして、貯めるね。これさ、もうソウルコールで耐えれるし、マザネクには5打ちますよ。こんにちは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 。で、ヤナミ使ったら吹き矢ですよね。さあ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 。で、気づけば、あ、これ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 、もう最強の流れ。どん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 相手が苦しくなっていくね。無限に小物追加していける。エレキ使う。いやー、でもね、まだまだ小物が来る。さすがにマザネクちょっとごめん、さよなら。で、迫撃一発。まあ、これです。呪文枯渇ね。いや、一発殴れや。これ攻めます、はい。余裕ないんですけど。やっぱ攻めこそがね、攻撃こそ最大の防御なり。まあ、言っとけやろ、そんなこと。あー、それずる。ヤナアメも何でもあるんですけどね。綺麗なヤナアメだけやめとし。あー、めちゃめちゃ綺麗な柳雨な顔してますけど、まあまあまあ耐えたんでいいでしょう。一回これおとなしく、おとなしくね、棒っぽいし、棒っぽいじゃねえ、なんだ、おとなしく防衛迫撃でね。ちょ、マジで怖すぎる。ペッカ、ペッカ怖すぎる。ちょっと待って、一回ね、落ち着くわ。ちょっと怖えんだよ、さっきから流れが。呪文がね、算数ならね、ずるい。いや、でも、いや、でも耐えてるぞ。あー、ゴルナイもずるい。あ、マジで嫌い。お、マジで嫌いなんだよ。本当にさ、ゴルナイだけ、異常に嫌いなんだよな。やべえ、ちょっと流れが。この、吹き矢を処理された時の、あれだね、ドラゴンがやべ、赤い不死鳥、不死鳥がやべえんだけど、いや全然なんとかなると思ってる俺、正直。これタイブレイクっすね、佐藤はタイブレイク狙いをされてる気がする。相手3ステなんでね、ちょっと気ぃつけないといけない。え、でも勝つけどね、俺マークしちゃいけないでしょ。タイブレイクです。
ファイブ打てば逃げ切れそう。逃げ切るプランなんだよ。やばい、これ豚で、うわ、いやー、耐える、耐えました。危ないぞ。まあ、ちょっとサンスペルなのが厄介だったし、エレキと技に結構ずる、ちょっと小物に強いやん。でもそんな相手でもね、勝てますんで。よし、なぶねー、怖すぎる。これ勝ったのでかいけどな。これに勝てるなら何でも勝てそうみたいな。なんか両サイを攻めるプランもちょっとありそうですけど、まあ今みたいにね、片サイドで耐えるのもありな気はする。まあこのデッキはその呪文枯渇、さっきみたいな呪文持ちにも勝てるのは強いんですけど、一つ弱点が削りが、言ったらスケバレと迫撃しかないんで、その今回のもしかしたらチエンスキャラみたいな一生守るくん引いちゃうとめんどくさいんですよね。その俺の攻めが通らないんで、そう、最後の最後にスケラポイズン打たれてなんかタイブレイクで負けちゃうみたいな、なんか変な試合になるのが弱点ですね、このデッキは。ここね、延命しようかな。なんで俺はもうね、どんどん行きたい、どんどん攻めたい。にゃー、タイムスね、邪魔だ。マジ邪魔なんだけど、吹き矢でいいや。出しにくいやろ。あ、若、あんた若いやん。いや、遅延スキャラね、これ厄介ですよ。どうやってかと、まあ一旦攻めるてか、俺はもうね、攻めまくるしかないっすね、勝ち筋が。ぶっちゃけで、あとはスケバレの落下ダメみたいなね、まあエボイとくかもしれないけど、結構大事な気もする。でスケバレはね、これキング起動されちゃうんでギャングまで行きます。これでキング起動させないよっつってソウルコールもやって、ちょっとね事故らすよこれ。あー、アイスイーズ強いね。トリネのサイクルっすね。いや、墓石のサイクルでした。いや、トリネのサイクルです。あー、いや、これは我慢。いやー、でかい。いや、これでも一本折れんだよ。景品か。さあ、でこうなったらまあ樽とかウッドとかはないんで、あー、諦めたっすね。このスケラ防衛は厄介なように見えるんですけど、まあ吹き矢もあるし、ギャングもあるし、スケキンもいるしみたいなね、ところでこれはね、ちょっと攻めまくったからこそのね、いや、よかったね。逆サイスケバレ、あれ単品だとアイスイズだけとか遅れて、まあトレネでそれこそキング起動なんでもあったんですけど、スケバレギャングね、あそこまで行くのがねちょっと大事でしたね。よしいいんじゃない、結構綺麗な攻めができたでしょう。いい加減このホグの顔なんかあれだな。変な顔してんな、気になっちゃう。さあ次の相手は何かねというとこで、一旦とかぶす、あー、これ一旦飛ばしたんですけど、まあ冷静に良くなかったかもな。キング起動されるのがね、あとはクエイク壊れ、ふざけんな、ウッド使ったな。まあ一応ね、マイティかゴブリンかみたいなとこあるっすよね。お、スケでした。お、え、なんか吹き矢までね切り刻みたくて欲張ったらみたいな、そんな顔をしている。バルキリー嫌だね。でもクエイクっしょ、クエイクウッディだもんね。ロケコとかかな。まあアチャピだったら泣いていいっすね。ちょっと左に出したいんですけど、本当は右に出せって、なんか言われてる気がした。これホグ来たら美味しいな、来てほしかったっすね。まあもうさすがに禁忌します。え、今日
でバグってんの。いやー、ソウルクル使ってもよかったかもね、正直って思います。まあ守れるでしょう。うわすごい、さあ程よくね。よし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 。いやまあぶっちゃけ報告エクされるだけしんどいんですよ。あとロケコもしんどいんですけど、その頑張れないことはないね。ムートで守りながらのスケバレはね、ちょおしゃれに右サイなんだよな。さあどこにウッド打ちたい。いやいや、まあバルキリーいるんでソウルコール意味ないんですよ。いやちょっといい流れになってない、なんか知らんけど、あれはもう邪魔なんで。なんかいい感じにならんか。ああ、それめちゃくちゃいい。おっ、おっ、ムート入ってるよ。避けたね。え、これそう終わってくれ、終わってほしい願望でしかない。いや一回俺はここで攻めずに守るここに今の状況で誰しもが攻めたい状況ですけど、俺は守る。こんな状況で守るやつおるんかなっていう。もうファイブ削りです、正直。今暇なんでソウルコールです。ウッド使いたいよね。ウッド使わん、ムート入るんじゃない。あーなんか相手、よく守った。それはさあ300、これファイブ2発です。あの呪文ないんで、俺ファイブしかウッドないんでね。まあ、スケバレの落下通れば楽ですけど、まあさすがにアイスピもロキコもあって通んなそうで、ここは、ハシマイスキキン行ったとて、バルキリー君が刻んでくるんで、あ、もうファイブ削り、ありがとう。協力してくれてる。もう高め、テスラ、こんにちは。してこない。お、それは、何の読みかな？読めてない、芝だ。ただの、あんた芝呪文です、それ。これいい。ファイブでね。よし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 。まあ、クエイクウッドとかね、バルキリーだとか、もうそんな関係ねえっすから。どっかが刺さります。さあホーグに勝てるのは強い。まあ枯渇とかは狂いそうですね、呪文が少ないんでね。一旦ギャング、ハシマイギャングも強いかな。もうやりゴブが射程が長すぎて、これはメガナイトオールブレイカーの顔をしている。矢の雨がピョーン、あえて延命していかないスタイル。なんか延命するとさ、そこにザップ打たれて、なんか吹き矢も行かれてみたいなが怖かったんでそうしたけど、いいのかは知らん。これメガナイトで踏まれてコウモリつけられてみたいな感じ、嫌だねそういうの。すぐ人が嫌がることしてくる。まあ、ギャングでもっと受けてほしい。なんかギャングやりゴブ射程伸びてるからさ、すげえ散らかりながら受けれそうじゃない。これウォルブレイカー来るっす。そうです。わお、矢沢くんですね。まあやるなって言われてますけど、そんな何もしてない。これはザップで受けたいと思うんで、下に吹き矢入れて、いやザップで受けたいけど吹き矢が邪魔、吹き矢がってなってます。今のはハシマイスケキンやってもよかった気もするんですけど、もうコウモリがねって感じでしたよね。さあでもだいぶ吹き矢で、吹き矢強っ、吹き矢、おーこれなんかたまたま噛み合って避けろ。
もうちょっとはみ出てくれたら嬉しかったですね。まあ俺はこれはもう相手のコウモリだけすごい厄介だな。なんとも言えないけど、いや結構、いや全然めっちゃいいんじゃない知らんけど、やなめとか打ちません。もう防衛迫撃でオールブレイカーを受けるっていう、うん、そういうもん。さあやなめ使いたいんじゃない、さすがにね。ねえか、いやマジこれスキギンムーと組むだけ相性良さそうっすね。だからこういう陸デッキに超相性いいわけですよね。もうこれもう本当にアホみたいにいきます。いやーこのコウモリが強い。スケバリ渡っちまえ。これギャングを出す必要があるのかどうかっていうだいぶ悩んだんですけど、まあまあこれムートがね、ムートが施設になるのも計算通りですけど、施設にならない計算通りです。でここでフッキアでコウモリを全部しばきたい、全部しばきたい。もうちょっとしばいてほしかったな、このコウモリが。おなんか迫撃が延命してほしいって言ってる。あーいやこれはヤンキーファイブで意外とみたいな、ヤンキーすぎるな絶対な、コウモリかすごい嫌だ。あーこれ終わるか、何一回落ち着いてくる。いや助かったね。まあ防波もしとけばいいみたいなのがあるんですけどね、正直ここから削るの難しいから。はいしまーす。やべこれ陸受けねえやん、こんな使ったら。えやばい、なんかやばいよな、やばい気がしてる、気のせい、やばい気がしてるけど、いや意外と止まるもんなんですね。てかムートめっちゃ強いやんお前。ちょマジよくするんすよね俺、低めスケバレ。ファイブいきます。よし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 守ってね。えウォールブレイカー、そう、えうおー、おぶねおぶなすぎだろ。いやー迫撃の方偉いな。ファイブもね一応ね、まあウォールブレイカーで2発入ってたとて勝ってますね。800なんでね、危ないね。まあでもさすがにね、相手がヤナアメザップ持っててもこれなんで、すごいね陸受けしかねえや。まあなんか相手からしたらちょっとカリカリするっすよね。てかカズときたわグロ対1バッチ持ってるわ。あクロス使ってんな、エリスピハシマエ。もともとクロスの使いか。なんかエレジャイめっちゃうまいんですよ、オーバーカツと。そうだからもうなんかそのイメージになってたっすわ、エレジャイ使いのイメージになってたんですけど、もともとはクロス使いでしたね。いやー着実で。さあまあクロスの受けは意外とあんのかわかんねえ。バルキリだったらちょっとやだねって感じ。やめて、危ない。いやバルキリーかわかんないからな、ソウルコールやめとくか。あやっぱバルキリーっすよね。うん、さあエレスピーもちょっといい味出しそうだな、俺のデッキに対して。これは多分ロケだと思うんで、多分ロケかな。ロケ削りが嫌だよっていう話ですよね。ちょっと5打っても良さそうだったけど、うっ危ね、これは届かないな。
置き。ああ、これ残ってる時に置けばよかったな、せっかくならね。いや、今回スキキンがねちょっとヘッポコですね。相手のカードにバルキリーレスピリット、まあそれ以外にはなんとかなる。ちょっと攻めていきたい。これにアチャクいきそう。あ、ファイボだ。ファイボでかい。これ竹入ってる。ファイボだとこれまた話がだいぶ変わって、テスラか。もうなんかイケイケどんどんな流れな気がしたけど、そんなこともねえか。いやー、綺麗に受けられますね。うん、さあ、まあここはこのソウルコールは良くないよとバルキリーが言いました。モンドが削らなきゃいけないんですよね、俺は。ん、やべ、ヘッポコの迫撃してるやついる。一発ワンチャン。なんでやねん、それはいけん。いやー、ちょっと良くない流れですよね。まあ、ファイボならちょっと救いっすね。ファイボなんで仲良く削ってこうぜ。うわー、いい延命だ。あ、強くないよ。こっからタイブレイクで相手のねウッド削りやばいっすね。いや、まあまあ、なんかこういうのがね嫌になってくるんですね。削りで削りたいんですけど削れない。そう、いや、しっかり守られてタイブレイクに持ってかれるとちょっと苦しいね。さすがにうまいね。さあ、レオ・ログベイトはめちゃくちゃ煽ってくる。キョスケ・ロイジャイか、キョスケ・ロイホグめちゃくちゃ煽ってくるから覚えてる。かわいいスタンプ使いやがって。いや、まあこれさどうしようかな。ピキンからでもよかったかな。マザネクのやつだよな。コンバ来そう。おー、あ、ロイジャイっすね。これゴブリンなんで、ヤングだったらロイフグでしたけど、残ってほしいけどな。めちゃくちゃ残りそう。偉すぎる。おお、すごい。やなめ使ってくんねえの。マザネクいるから。いやヤリゴブ優秀。今ロイ来られると、いや、だからマザネクがちょっと厄介かな。
って感じっすよね俺からしたら。まあこれはファイボーがちょっと強いで、暴白もめっちゃ強い、てか暴白ゲーな気がしてます。正直一生白行いちゃろ本当に勝ちにこだわる、ガチで守る。で吹き矢は右下かな、できるだけ本気で勝ちに行く。よし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 、これムートだけで止まるっすもんね。どうこいつ引きこもりすぎやろっていういやもっと攻め役を立ち回りもあると思うんですよ。そう無限だと思うんですけど、俺はイモル、俺はね、俺がイモりたいからイモル。ソウルゴール押したんだけどな。おお、いや吹き矢一発欲しかったね。いや意外とこのコストが溢れることが俺からしたらちょっと苦しいみたいな、そんなことある。うわムート天才だびっくりした今。いやトリトンそんな位置で止まったらそれ撃たれるよねっていう。いやーでもなんかちょっと怖いっすよね、ちょっとだけな。ファイブだけは早い。コースとかねちょっといい働きしてんだよな。そろそろ俺も戦いに行こうかなと見せかけて行きたいんですけどね気持ちは。いやめっちゃ行く、もうここで溶かしたい。で柳目を使わしたい、使わない。相手はね攻めにね柳目を温存してますね。でもこういう吹き矢とかすごい浮いちゃってんね、やばい。それお前らちゃんとちゃんと守れ。よしよしよし、これムートがね、いやムート壊れたか思ったけど全然残ってる。なんならただのカウンター、もうイケ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 、もう猿、俺今猿、何も考えない。いや防衛をここに来ても防衛のことを考える。え柳使った、柳使ったらもう行くしかないっしょ、やるしかないっしょ。でマザニクイーンだけファイボ、いやもうこの物量ね気持ちいいよ、ほらファイボあー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 あああああ、そんな入っちゃうんだっていうね、本当に気持ちいいんですよねこれが神相性なのかもしんない。まあ迫撃を守りで徹底したのがちょっと良かったですね。安全に行こう。まあ対戦相手によってはね、ガンガン反撃攻めに使った方がいい相手とかも、まあ、もちろんあるわけですよ。まあ何がと言われると難しいけど、まあラバとかね。まあなんだろうね。パンダってラバ使いだからそう思ったんだけど。一旦ギャングセパしとこうかな。暇だし。いやー暇だけどね、一旦斜めね。いやわかんないな、広すぎて。同じ？もしかしてあんたたち兄弟？そういう感じ？斜め使ったっしょ、これめっちゃ強いぞ。おー、いやうマジで兄弟やん。あソウルコール使えないのやばい、これ普通にやめろ。よし、いや兄弟いったえ、いやマジで一緒だ、しかもゴブリンでしょ。うん、そこまでも一緒やん、やば、どういうこと。キョスケロイジャイの矢の雨です、分かったっすね。さっきと同じことすればいい、パーフェクトコピー。なんかスケブー
ちょっといいよな。相手からしたらだるいだろうな。もうここで引っ張られたくないっすよ。ヤナミ使ったらどうせスケバあるっすから。まあでもマザネクなんか嫌なんでスケギンにします。痛いけど。ちょっといいザッピーだね。よし守ります。はい、今日の俺はね守るんです、まあ、いつも守ってるけど今日はねいつも以上に守るよ。これマザネクしかいない。早くしとめたい。ありがとう。おファイブ削り入ってますから実は。でスケブとスケキンでスケブに矢の弓打たれてもソウルコールがある。あー相手も気づいちゃったんですね幸せなことに、はい、これが強いですね。スケブスケキン同時に出すとスケルトン部隊を2回出せるようなもんなんで、言ったらソウルコールあるんだね。これが強いよね。同時出しがでまあ暇なんで、でこれもだから行っちゃうっすよ正直、はい、これでいいんですよ。で矢の弓使ったからソウルコールでマザニクにファイブオープニングか。これだって見てから確実に打てるんでね。そしたら下が残っててみたいな。ありゃまあ、ありゃまあ、おお浮き矢がお前悪いやつだな。いやめっちゃ押した。いやで俺の負け筋はまあロイチャイというよりもマザネクっすね正直。そうっす。あでもここのマザネクとえなんかガス系でかもしかしたら入ってます。あでもファイブ圏内かなこれって。やべ撃っちゃった。ファイブで落ちんかったどうしよう。おいまあこれが神相性らしいですね。はい、流行りのキョスケロイグとかキョスケロイジェにも勝てますよと。いいにゃん。さあというわけで今日は迫撃呪文枯渇といったところで、まあ稀にねコメントいただくとそれ使うんで、よければ YouTube のコメントだったり、まあ、Twitter でも何でも、はい、ぜひお待ちしております。ではお疲れさんです。またね。